アジサイロード。旧板取村を南北に通るメインロード。日本の道百選。フラワーロード検証費イタ街道は、岐阜県関市板取の板取川側に沿った峠道である、国道256号と岐阜県道52号、白鳥板取線の名称である。街道沿いには、約7万本のアジサイが植えられていることから別名、アジサイロードとも呼ばれている。 1986年に日本の道百選に選ばれた。沿道には桜、ツツジ、アジサイ、サルスベリ、サザンカ、カンツバキなど四季を通して咲く花木があり、これらは老人クラブなど地元のイタド地区の人々によって植えられたものである。中でもアジサイの咲く6月には街道沿いはもちろんイタド地区内が淡いブルーやピンクのアジサイで埋め尽くされ、 街道沿いでは、車で訪れた人々が車からり散歩をしながら、花を鑑賞している。板タ街道は、アジサイロードとして知られており、鑑賞を目当てに、県内外からの来訪者は年々増加している。街道沿いのアジサイ群は、植樹により生まれたもので、石子に吸収合併される、以前の板タ村からの取り組みにより現在に至る。この取り組みは、 旧板取村を挙げて、岐阜県のフラワーロード事業の一環として1976年に始められたもので、梅雨の鬱陶しい時期に花を見て心を豊かにしようと、当時の村長により発案された。道村では、平子お花の脇金条例を制定し、美しい景観保全と環境整備を促進するため、この条例に基づき、フラワーロード作りが進められた。 植樹として、アジサイが選ばれたのは、梅雨に花が咲く、差し木によって増やすのが容易、冬の寒さに強いなどの条件によるものである。村内では、街道沿いだけでなく村全体の景観整備を進めるために、地元の老人クラブや役場の職員などによって、年間約4000本のペースで植樹を進めていて、最終的には100万本を目標にしている。 優れた環境のもと多くの人々に親しまれた美しい景観を持つ道路として1986年8月10日の道の日に旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されている。街道沿いには戦国時代を伝える史跡や川浦渓谷などいくつもの名称がある。また、 キャンプ場や渓流釣りなどなどの自然観光資源を活かした施設が数多くあり、この地区の来訪者は年間約40万人にも上る。ありがとうございます。